はい、田中90です。今回ですね、ペイペイ社がアップデートで強くなったんですよ。見てください。横方向の反動がちょっと持って2分の1ぐらいになりました。これによって見てください、ペイペイ社。綺麗な縦反動になりました。綺麗でしょ？まあ、最後の辺横に行くんですけど。このことをあまり活かさず移動速度最速カスタマイズを使っていきました。全 SMG の中でこいつが移動速度最速なはずです。ということで使っていきましょう。どうぞ。すごいね。どっち選んでもペイペイ社マップだ。ニュークターン。まあ、ここはね、最高ですね。正直。初動が一番おもろいんだけど、相手全部 GKS になれ。スイブレフェネックやめろ。あれ、マジでいいね。これ勝ったね。スイブレフェネックがいないチームなんて恐るに足らんわ。この武器マジスイブレフェネックグラウに弱いからな。それだったら、この、移動速度速いので、合流するんじゃない？これ。これでリロールがない。弾がないから今スルーするしかない。オッケー。これ弾がないからこれよ。これでもう圧倒するんだよみんな。これが移動速度速くなって無反動になった。グラウの力、グラウじゃない。ピーペーションの力よ。さて、俺を探してるけど俺はもうそこにはいません。俺は常に移動してるからね。さて、次どこで湧く？そっち側で湧いたか。ってことはここら辺かな。意外と無反動だから、命中せるうんちでも弾が当たるっていうね。これで、UAV、待って、これはね、お薬タイムです。これはお薬、ブチャーで、今いたね。いたけど、これね、移動速度で圧倒したい。こうやって移動速度で圧倒したいけど、我慢する。来い。移動速度が速いとね、そこ見てる！マジか。たまにクリアリングの天才おるからな。OK？ お前何を待ってんじゃん、そこ。震えてるね、完全に。今、味方を信用できてないですね、彼は。というのも多分ね、初動でぶち殺されまくった結果、いるんだよ。味方を信用できなくなるボーイが。もうこいつら信用なんねえな、みたいな立ち回りだったじゃん。ああなったチームは弱い。こうなればね、見て、これでいいの。内部分裂起こせ、内部分裂起こせ。こうやってね、自分の後ろから背中から撃たれた軍隊は、マジで瓦解するから、こうやって。は？カバーしろよ。は？カバーしろよ。カバーしろよ。待って、待って、これやばい、これやばい。これマジでやばい。これやっての。いやーもうダメだこれ。裏で湧いて。頼む、裏で湧いて。裏で湧いて。裏で湧かねえのかよ。いい湧きなんだけど、美味しくねえ。OK？ これやっての。これますか。まあ、冷静に考えたらそんな突撃する必要ないからね、これ。これ待って。これで見えないガチでレーザーから大丈夫。来ないのこれ。来ようよ。偉い。偉い。偉くない。今 AK110 なのね、謎ヘッショット。これでやっての。どうせここいるでしょ。ほんと、ニュークタンってこういう移動速度が速い系の武器の結構政治感はあるよな。これやっての。いや、この木いらねえわ。木いらねえマジで。木製素材なくせマジで、これで。これはやっての、逃がさん。で、裏脇か。いや、これはね、アナイアレーター、まあまあ楽しいわけだね。これひたすらリスキルするわ。これ横から撃たれたらマジで抜き、土地抜きする。これオッケー。なんでこんなエイム悪いの？オッケー。いきなりエイム良くなったよ。いきなりエイム良くなったよ。今日自分が想定ないしてないところで、撃たれるとエイムって、今当たってない絶対。ラッキー。これはラグい、この部屋が。ラグい部屋に生まれたわ、お前が悪い。これいるくね？これやってよ。これは相手信用できなくなるんじゃない？お互いが。なんでリスキルされてるんですかみたいな感じで。なんで俺たちはリスキルされなきゃいけないんですかって感じで。これエイム速度速いからな。これエイム速度速いからな、マジで。このカスタマイズ、こしらめがいいってのは売りなんだけど、エイム速度も速い。これでアドバンス UAV 出すと。アドバンス UAV 出すと大体みんな諦めるからね。OK、これやった？こしらめはこういう運ゲーからワクリグ出してきた。こういうあるから。このゲームこういうとこあるからね。OK？ 俺にくれ。アドバンス UAV 出してるの俺が。アドバンス UAV 出してる俺が。キルをもらう権限がある。OK？ いや、クリグエグいわ、火力。もうクリグ火力がエグすぎる。次パッチでクリグのレート5分の1にした方がいい。このペーペー社じゃねえ。どうしても意味わかんねえ。もう全然アドバンス UAV 意味なかったじゃん。これやっての。いや、またクリグだよ。イージーキルすぎるだろ、クリグ。クリグを殺して、本当にクリグを殺して、俺は。クリグ、意外とこの距離当たるんだよ。意外とこの距離当たるんだよね。反動少なくなったおかげで。これどうしよう。この上に持ってる分にはマジでこの武器を使ってる価値がないね。
これで俺はバレネーダロ奏法する。これはバレネーダロ奏法の、ね、いわゆるバレネーダロ奏法。これでここよ。いやそれ負けるんか、マジか。今の待った、いや普通に見えてたわ待ってたっていうか普通に見えてました。やべえ、惜しくねえ。前半は面白かったけど後半が、クリグ、もうクリグ出してきてから変わった。あいつクリグ出す前はそんなもう普通だったのに、なんちゅう武器をクリグって、一人の男をここまで強くするんだから。俺はもうクリグでしょ、もうクリグいらねえ。レート5分の1では手ぬるいわ。ダメージなしでいい。これもういけねえな。俺が無双しなくなってから戦況は正直悪くなっとる。俺のチームということがここは。前出たいんだけど、正直一人で前に出てもね、意味ないんだよね、これ。味方とか前に出てってもらって、どさくさ紛れで前行きたいんだけど、これ抑えられてるわ。これいけるね。これはご両親いける。これやって、いや、クリグか。クリグか、危ねえ。これで突破できた、やっと。OK。これはやれる。間に合った。間に合ったわ。これであとは、アナイアレーターでボコって戦況を変える。それだけの作業よ。アナイアレーターでボコって。なんで、やめろ、その。OK。クリグやっての。ハイブ？これ負けちゃうよ、お前ら。これまずい、負ける、マジで。ここで、UAV はマジで落としてもらえると期待するしかねえ。で、これでさりげなく、上行っての、これね、分かってる。これやれねえ。スイッチブレード、ホルガー。みんな書いてくれ、武器を。みんなスイッチブレードに書いて、俺以外は。俺はペイペイ社で無双してるからいいけど。これ待って、リスキルしに行くわ。もう無理や、これ。見られてる、常に。みんな武器、マジで、ペイペイ社に書いて。ペイペイ社じゃねえ。スイッチブレード書いて。オッケー、これ来い。これいけるっしょ、さすがに。横は信じるぞ。横は信じるぞ。いやー、もう、ホルガーか。おいお前らそんな武器使ってなかっただろ、最初。負けたからってホルガーとか出すのやめろ。ま、さすがに勝てるでしょう。いや、最初すごい楽しかったんだけど、マジで後半全然楽しくなったな。これやっての。これ UAV 落とさないと負けよ、このチームは。UAV 落とさないと。いや、これね、行きたいんだけど、いけるか。無理やり取れ。無理やり取れ、もういけるだろ、これ。1、残り1やぞ。ナイス。いや、後半全然面白くなったね、マジで。やっぱね、最初のコーン、その、ボコりすぎたわ、最初。最初ボコりすぎた、マジで。ボコりすぎた結果、みんなさ、もう、マイフェイバリット武器捨ててみて。俺たちはクリグ出すぜ、みたいな。ということでね、最初にボコりすぎると、後々強い武器出てくるから、逆に弱いんじゃね説、立証ということで、お疲れ様でした。おつ。いや、マジであれあれだよな。最初の方、なんか、あれみたいな。クリグいなかったけど、なんかみんな後半クリグになってねみたいな。これクリグ化現象だね。